別所梅之助別所梅之助昭和20年3月1日は日本の牧師、国文学者、青山学院専門部、神学部教授、聖書、三美歌の翻訳に中心的人物として携わった。1871年1月21日、父、一万英門、母、茂の長男として東京の下や坂町に生まれる。1876年、父が亡くなる。 同年より4年間、下谷青海小学校で学んだ後、安井定高、吉川商会の私塾で、国学、漢籍を学ぶ。1884年から、大倉省に勤務する。1885年から、東京英語学校の野学に通い英学を学び始めたことを契機に、キリスト教に傾倒し、1887年に、神大間川工事 B 教会で、 石坂亀治牧師から洗礼を受ける。1888年からは、京橋の福音会英語学校の野学に学ぶ。1889年、福音会英語学校を卒業し、大倉省を退職し、東京英和学校の英語進学科に入学する。その時の同級生に、後の日本ホーリネス協会監督の中田茂春がいる。キリスト教青年会で中田と共に、 高等部普通科の生徒に伝道した。1892年、母を連れて、豊橋 B 教会の牧師として赴任し、1894年に、川越美教会に転任する。同年、母が亡くなる。1895年、歌川豊子と結婚する。1896年、暗守礼を受ける。1897年、山寺愛山の後を受け、メソジスト教会の帰還し、 五教の主筆を務める。1901年、主筆を辞し、青山学院の教師となり、国語国文学、漢文を担当する。青山学院教授の別所梅之助1940年、青山学院を定年退職し、自宅で卒業生のために、礼拝や古典の講義を行う。1945年3月1日、書斎で原稿の執筆中に倒れ、 脳一血で死去、去年75歳、青山霊園に埋葬される。文語新薬解約委員のメンバー、左から、CK ・ハーリントン、別所梅之助、HJ ・ホス、CS ・デビソン、松山孝義川添万寿毒、ラーネット別所の代表的な業績として、三美歌の選定と聖書の翻訳が挙げられる。1901年、 プロテスタント各共派共同の三美会議員に推挙され、主査として歌詞を選定した。1903年に三美歌、1909年の三美歌、第2編、1931年の三美歌にも尽力した。1910年、新約聖書会役委員に任せられる。1917年に改悪新薬新約聖書を完成させた。ありがとうございます。